RPM パッケージマネージャーは、RedHat が開発したソフトウェアのパッケージを管理するためのシステムおよびコマンド。以前は、RedHat パッケージマネージャーの略だった。RPM 拡張紙のファイルを利用する。主に Linux のディストリビューションのうち、RedHat が提供するものだけでなく、独自のカスタマイズを含めながら、s せ Linux。 ファインリナックスなどの RPM 系ディストリビューションで使われる。RPM はパッケージを CPU 形式でアーカイブしており、その中には独自のスペックファイル及びバイナリ、またはソースコードが含まれている。パッケージ管理のためのデータベースにはバークリー DB を採用しており、インストール時、削除時、パッケージの問い合わせ時にはこのデータベースが利用される。 データベース管理のためのコマンドオプションも RPM コマンドに含まれている。スペックファイルにはパッケージの名前、概要、依存するパッケージ、バイナリパッケージのインストールパス、インストール前に実行するスクリプト、インストール後に実行するスクリプトなどが書かれている。インストール時には記載されたスクリプトを実行してサーバの停止及び復帰、システムユーザーの追加などを行い、 システムの安全性を保つ。スペックファイルは宣言部と実行部に分かれている。宣言部にはパッケージの説明的な詳細を書き、実行部はスクリプトとしての役割を果たしている。パッケージのインストールにはローカルパッケージおよび HTTP、FTP を通じたネットワークからのパッケージに対応している。ただし依存性の解決は行わず、 依存性に欠如があった場合は、ユーザーが独自にパッケージをインストールするか、やむ、APT4 RPM といった別のツールを使って解決しなければいけない。独自にソースコードからインストールした場合は、パッケージ管理の対象にならず、この場合は依存性の解決には利用されない。RPM は通常はバイナリのインストールに使われるが、 ソースコードからのパッケージ作成もサポートしている。パッケージをスペックファイルに従ってその場で作成し、インストールすることになる。RPM は C 言語で書かれ、C 言語 Java、Python、Ruby などの言語バインディングも提供、または独自に作成されており、これによりコマンド以外からも RPM のパッケージを扱うことができる。ありがとうございます。